バレンタインエピソード、まあ時期的にね、そうだよね。バレンタイン、学生時代は皆さん多分ご存知の通り、私は料理が本当に苦手でして、人生でお菓子作りしたことないんですよ。っていうか、あげたっけなっていうレベル誰かにあげたっけなっていうレベルなんですけど、まあメンバーには別ねあげたけど、高校生の時はすごい仲いい子がお菓子作りが多分上手で、タッパーにねてか、いや高校あるあるだと思うんだけど、タッパーにお菓子入れてくるの、みんな。タッパーにすっごい大量生産したスコーンをね持ってきてくれるの、毎年。それを食べるのが幸せだったね。その子ね、お菓子作りうまくて、だからお昼ご飯はバレンタインの日は自分たちで持ってくお弁当だったから、私たちの学校はね、持っていかないでその子のスコーン食べて過ごしてましたありがとうな見てないと思うけど、食べる専門でした。そうだね、そうだ、結構もらいましたね。あげはしなかったけどバレンタインはそんぐらいかな。あんまりなんか何にもなかったですね。まあ、正直学生までじゃないって思うんだけど。そう、あ、ちょ見つけちゃった。いやそうだね。ちょっと高校時代、自分で言うのもあれなんですけど、女の子が人気あったかも。恥ずかしい。